ピニョー・ドベーヌは、フランスのカトリック宣教師。本名は、ピエール・ジョゼフ・ジョルジュ・ピニョー。後に、現長越南を建てる現復営を援助した。ベトナム名は、バーダ・ロク。フランスとベトナムの政治的関係を築いた人物であり、これを契機として、インドで、イギリスに負けたフランスによる、ベトナム進出の足がかりが築かれた。サイゴン大教会前にあった、ピニョーの像。 現在は、マリア像に置き換えられているサイゴンにあった、ピニョーの墓。現在は取り壊されて公園になっている、A ヌ県のオリニーアンティエラ州で生まれた、パリ外国宣教会の神学校を卒業し、1765年に、同会の宣教師として、高知ナの川線に赴任。1769年に迫害を逃れて一時、フランス領インドのポンリシェリへ行き、 アドランの名義司教に任じられる。1775年がは1に戻り、西山島の乱によって追放のみとなった玄福永と相積極的に援助。同行したフランス人たちは玄福永にヨーロッパ式の軍事技術で貢献した。1787年に玄福永の長男玄福慶を伴ってフランスに帰国。ルイ16世に越見し、フランスと 元福への公衆同盟の成立に尽力した。しかし、高知市内への遠征軍の編成は、インド駐在の軍司令官、トーマス・コンウェイの反対に愛実現しなかった。そこでピニョーは、武器と義勇兵を募って1789年高知市内に、戻り西山朝と戦うが、西山町の拠点機一氏を攻撃中に捕らえられ、暑さと疲労で衰弱したのがもとで赤痢にかかり、 58歳で死去した。遺体は軍令をもって迎えられ、元福永が長寿を読んだ。ピニョウは安南語のラテン語辞書を制作しており、死後に出版された。最後にあったピニョーの墓は1983年にベトナム社会主義共和国政府により取り壊され、遺体は焼かれてフランスへ送られた。現在、パリ外国宣教会に遺体が安置されている。ありがとうございます。